朴正は、日本人気ドラマ、孤独のグルメに特別出演。松重豊を笑顔でサポート写真イコールチャンネル J、孤独のグルメ。放送画面キャプチャー女優朴正和が、日本の人気ドラマ、孤独のグルメ、シーズン7に特別出演として登場した。日本に続き、韓国でも放送された、孤独のグルメ、シーズン7の第9話には、韓国の伝統工芸品をヨーロッパで販売したいとの頼みを受けて、初めての韓国。出張に行った井の頭五郎、松重豊が、仕事で立ち寄ったチョンジュ、ションジュで初めて味わった納豆チゲとセルフビビンバを食べる姿がオンエアされた。朴正和は、与えられた仕事に最善を尽くす愉快な性格の会社員、パクス4役を引き受けた。韓国伝統工芸品の販売市場を把握するために、ソウルからチョンジュに急いでやってきた井の頭。五郎を笑顔でサポートする人物として活躍し、明るくフレンドリーな魅力を表現した。朴正和はパクス4の陽気な姿まで完全に演じきり、ドラマに自然に溶け込んだ。特に彼女は、井の頭五郎役を引き受けた日本の演技派俳優の松重豊とも、息をぴったりと合わせ韓国内外の視聴者の注目を集めた。セリフのほとんどを日本語で演技したにもかかわらず、スムーズで自然な姿を披露した。井の頭五郎には、けんちゃなよ、大丈夫、マシッソよ、美味しかった、などと韓国語を優しく強得てあげるなど、韓国語と日本語を行き来しながら、落ち着いた演技力で強烈な存在感を表した。ドラマ、孤独のグルメは、一人で孤独に食事を楽しむ過程を収めた原作漫画を脚色して、2012年から日本で放送されているドラマで、現在シーズン7まで続く大人気シリーズだ。